ちょっとじゃあ忙しいところお話ですか。メリークリスマス。メリークリスマス。ちょっと経ちましたね。はい。タイルしっかり優勝できて。そうそう、たまたまさ、まあイメージが非常によくな、まあ、入ってこれるから。そうですね。はい、まあ、グランプリ3年目ですけど、どうですか。まだ若干はい、こんなにこう時間が経つと早いかなという感じがしますけど、はい、あんまりこう緊張みたいなのはないですね。もういつも通り。その1年目や2年目ってやっぱり緊張感とかどうですか。そうですね、結構こう何ですか、勝たなきゃいけないとか、そういう思いはあったか、店は作んなきゃいけないとか、その責任というか求められているものにこう、はい、自分が何をしようか。そうですね、まあ伸び伸び走るっていうよりは、まあちょっとこう硬かったかなと思います。経験重ねると3年目なんか、いやもうビビってはないですね。うん、まあ、プラスにこうどんどん人間の成長というか経験というのは、そうですね、まあ、慣れてきたって言ったら軽っぽいかもしれないですけど、いつも通り、いつも通りの競争をすれば勝てるかなと思います。岸和田はどれくらい走ってるんですか。いや結構走ってますよ、ね、ガールド開催まで、はい、先行は結構チャンスのあるバンクだなっていうのが一緒ですよ、ね、そうなんですか。うん、まあ、男子の方も考えてになりますけどね、はい、まあ、あとはちょっと28日はどれぐらいの雰囲気になるか、想定できないとか期待が大きいですね。そうですね、まあでもいつもこう多忙なスケジュールで競争入ってて、どうしても初日2日目やっぱり調子がいいにしても3日目に疲労が来てしまうので、一発レースの分気が楽ですね、出し切れるなと思います。バシッと、まあ、去年がもうちょっと経ったっていうのもありますね。そうですね、まあもう思い切って男子のグズグズいう先行選手たちにすごいの見せてほしいなと思います。番手が仕事してほしいですけど、ね、番手の仕事だったら本当にどんな展開でも同じないですもん。そうですね、それは自分の力の手に乗り頑張ります。ありがとうございます。